大丈夫か？聞こえてるか？あの時は膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな？起きられるか？今度？気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか？やってみる。どうだ？ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。わかってるさ。なあ、あんた誰だ？誰だ？私はお前の主人だ。もしもし。さあ、クラウド、楽しもうか。大丈夫かな？よかった、目覚めた？あんたは？エアリス、名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え？覚えてないの？ほら、お花。ああ、花売りの。あ、ここは？スラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな？うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花、結構強いし。ここ、特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ。私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって。何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？お花の手入れ終わったところだったのにな。やり直しかな。話し相手欲しいな。少しならいい。やった！それじゃあ。邪魔するぞ、タ。お前、何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、マクロの目。ボディーガードも仕事のうちでしょ？ね、何でも屋さん。は？ん？私の勘、当たるの？ボディーガード、お願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート1回。え？やっぱり本物かよ。クラスはファースト。いくらなんでもファーストってお前よ。だってよ。すぐに終わる。もう。
ボディーガードは俺たちの仕事だぞ。はい、加勢を頼む。情けない、やったるいけど出番だぞ。ったクラウド、気をつけて。行けよ、蹴り崩す。しぶといぞと。でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。刺激的な時を過ごそうぜ。終わりだ。行くぞ。書いたぞっと。俺はただクラウド、違う。なんだ、飛んでる。レノさん、お怪我は。いいからさっさと追いかけな。俺が先に行く。大丈夫だ。どこだ。あそこだ。おい、撃つな。おい、大丈夫か。怪我なんかさせてみろ、お前終わるぞ。目的は保護。なんだ、逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし、あれを落とせば。近づけません。これ魔法か。
今だ。うん、待て。あいて。あそこだ。屋根裏に逃げました。追いますか。いや、撤収だ。いいんですか。あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちっ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 。ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。前に出よう。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、これからどうするの。しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる。ああ、怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ。そうねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ。それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は。顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ、怒った。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。
人で先行っちゃうんだもん。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。意地悪。この辺りは誰も住んでないのか。うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい。おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。出ようとしたことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。大丈夫か？余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチって。おわっ、おお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 。仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ5番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん、うわあ。だからどうしたって顔してる。街のモンスターなんてたかが知っている。落ち着いていけ。はいはい。せめて一人に。すごく得意そうな顔してる。片付ける。終わりだ。連携しよう。お任せあれ。おい、ちょっと。行くよ。またね。
とスラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界か。なんかカッコつけてる？方法知らないか？ごめんなさい。そうか、爆破なんかしやがって。よし、準備よし、降下、集合。行くぞ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。ゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方めったに行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らない。やっ、消えろ。どこから来るか分かんないね。あの手のモンスターは弱いものから襲う。じゃあクラウド気をつけて。ここまで。こっちだよ。開かないね。壊れてる？道なりに進めば回り込めたはず。これ動かせないかな。あ、いけそう。
今のは新種だね。どうしてそう思うんだ。標的から襲ったでしょ。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。向こう側に行けないかな。上から抜けられそうだね。クラウドだけでも行けない？礼はいい。報酬がもらえればな。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。ここまで来たらもう安心。タークスを忘れるな。ああ、どこから来るかわからない。気は抜くな。眠い。このまま戦争になっちまうのかな。この先が5番街スラム。ドキドキ。なんだろう。おい、エアリス、あの男は誰だ。今日は大役ぶりで一番。リンダカンパニー安定さん、私は今5番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの、兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。どうも。狙いはマコーロだろ。5番マコーロにて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番マコーロは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、
一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。いえ、その…ご心配なく、こんなことでシンラは揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。ルータは諦めてなかったのね。爆破なんてしたんだよ。俺たちは戦わなきゃならんのか。ミッドガルを壊す奴らとは。ちょうどよかった、手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店たまに手伝ってるんだ。エアリス。あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス！みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。本を読むな。おかえり。ただいま、エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。おい、植物には話しかけるといいんだぜ。クラウドはお花好き？考えたことがない。ふん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな。ま、いいけど。道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな、
どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちら、クラウド。ボディーガードなの。あ、世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ、送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う。報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。あんた、いや、なんでもない。お待たせ。はい、これ。え、はい。うん。じゃあ出発。こっち、自慢のお花たち。いいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに。さあ、選んで。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？もうちょっと必要かな。次、どれにする？まさかの猫じゃらし。さすがクラウド。みんなびっくりすると思う。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。いいね、
花言葉純真なの。かなり貴重だね。これでよし、リーフハウス行こっか。いいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。俺はここで待つ。うん、分かった。でも退屈でしょ、街見てきたら。リーフハウス、何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう、似た男を知っている。うん、こっち。ソルジャーだ。黒服の男は分かんない、いつの間にか消えちゃって。今は子供たちが優先だよ。こっち。エアリス、兄ちゃん急いで。ここから出ちゃったんだ、気をつけてね。子供の行動は予想できないからな。探し回るしかない。うん、急がなくちゃ。あ、あそこ。刺激しない方がいい。待って。あちこち崩れやすくなってるの。きっとマコーロが爆発したせいだよ。俺が行く。行くぞ。ありがとう。かっこいい。じゃあ戻ろっか。
で仕掛ける。どうしてそんなに強いの？クラウドはね、元ソルジャーなんだよ。本当に？戦争に行ったの？秘密だ。違う。ムキになってる。そういうんじゃない。でも説明できそうにない。そっか。ありがとう。今度何かあったらすぐ大人を呼ぶこと。うん、そうする。これ助けてくれたお礼。エアリスとクラウドは大人だけど、もう仲間だから、いつでも遊びに来てよ。症状の男が隣に住んでいる。あれ、なんだろう、数字の2。入れ墨か。そういえば、リユニオン。恐れることはない。セフィロスを知ってるか？英雄セフィロス、5年前不慮の事故で死亡、ニュースでやってた。実は生きているのかもしれない。そうなんだ。行こう、クラウド。実は私、この星の人間ではないの。父さんが、あの人は昔ソルジャーだったって言ってたであります。クラウド、何でも屋の仕事する気ない？見回りをしてると、いろんな情報が集まってくるんだ。仕事になりそうな話もあるんだけど。私、やりたい。まだ時間あるし。仕事中だ。掛け持ち、頑張ろ。いろいろ情報を集めるから、時々声をかけてみて。
ベルがいる。僕が見えるのここ。あなたたちは選ばれし人ここね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が店主のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけクポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしいクポ。商品はみんなで集めた名品珍品クポ。モーグリメダルと交換するクポ。まずは会員になってほしいクポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。モグの物語と同じだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ。次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。あ、エアリス。どう？お花なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵。でしょ？そういえば、さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔王の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通りだが、エアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな、うん、タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。気づきをつく。暴力反対。いくよ。よいしょ。まぶた下がっていく。おはようございます。どいてくれない？悪いな。できない。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。まだいる？仕事だからな。仕事は選んだ方が。頼む。はいはい。え？食らう
それぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞっと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。やっぱり来る？花と話して。というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あ、あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。
遅かったじゃないか。一体何してたんだい。ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹すいただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た。でも夜明けまで待ってね、ちゃんと送ってあげるから。ああは見つからないように。もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああ、行くのかい。7番街へ行くにはどうすればいい。6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。すまないね。